こんにちは、浜根先生です。亀博東京ボリューム8、120近いショップ全ショップ巡り動画です。2024年3月16日2日目に撮影しています。マイル券購入でもらえるスタンプはこちら。パンフレットは手持ちサイズでとても使いやすかったです。それでは早速1番から行ってみましょう。1番、 AM ノートさんです。ハンコ売られてます。小さなメモ帳のようですね。こちらはノートです。ボタニカルからですね。1番が終わりまして、2番、美奈子坂本さんです。イラストのブースですね。淡い背景に動物柄です。これもあります。こういうのポスターですね。好きなものを額に入れて飾っても良さそうですね。3番、大川奈々子さんです。ちょっとね、人で混んでおりますが、イラストのコーナーです。トートバッグになっています。いろいろ種類がありますね。4番、西千尋さんです。わー、可愛らしいカードですね。裏は白ですね。ちょっとメモ書きなどしてお渡しするんでしょうか。こういう小さなもの、とても使いやすそうですね。なかなか広いブースでした。ディスプレイがお皿の上っていうのも洒落ていますね。このようなサプレがあると分かりやすいです。5番、宮下和さんです。イラストのようです。イラストレーターの方ね、本当はいろんなパターンが描けるんでしょうけども、やっぱり世界観ね、今とっても大切にされてますから、この紙博のためにも何かテーマがあるのかもしれません。マスキングテープ、今本当いろいろありますからね。人だかりもすごいです。亀博ではポストがね、あちこちにあります。1番、青空亭さんです。ちょっと和風の柄なのでしょうか。こちらはシールです。ハンコがあります。あとポストカードのようですね。皆さん、ここでお会計待ちでした。結構変則的に並んでいます。やっぱり1番から辿っていくと、なんとか最後まで119番まで行きたいと思います。7番、黄色の戸口さんです。硬い素材の魚たちと書いてあります。何が硬いんでしょうか。あ、これノートですね。こちらは悪い気持ちの目、これもノートですね。ちょっと立体物も面白いですよね。紙箔ですが、こういう小物類もあります。こちらはね、ラッピングペーパーなのでしょうか。モノトーンというのも逆に目立っています。ハンガチックですね。8番、美穂宮内さんです。ここも並んでいますね。これは購入のために並んでいるのですね。線画のイラストです。おー、いいですね。日常のスタイルですね。近寄れないので、このくらいにしております。9番、山口追加で、そうですね。ちょっと明るい感じの土色というか、いろんな色を使ってカラフルにというパターンですね。すごい飛んでますね。そう、誠にありがとうございます。こちらは包装紙10枚セットということから4階のステージではアクリル画なんですかね、元の原画がどうなんでしょう。これまで、こちらは非常用のシールです。気をつけていることや素敵な配慮を作りたかったと。10番、杉野はるみさんです。あ、動物ですね。この後シンプル、温かみがあります。特にリンクのない絵っていうのはね、技術がいると思うんですが、とても素敵です。ポストカード、まあ、集め始めるとすごいんですけども、やっぱり作家さんの世界観がとてもよく伝わってきます。学装するとですね、飾りやすそうです。11番、篠塚智子さんです。イラストレーターの方のブースですね。
なかなかですね、どの方もとても素敵に仕上げてますよね。もう売り場といっても発表の場でもあるわけですね。ちょっと変わった形のものだと目を引きます。サンプルこうなって開くわけですね。なるほど。表違いますが同じですね。 ありがとうございます。今ちょっと撮ってますけど、ありがとうございます。すごい、このパッケージもね、可愛くて、それごとプレゼントっていうのもね、良さそうです。ありがとうございます。12番平岡ひとみさんです。星空ですね。ちょっと学長もね、変わってますね。13番、吉野さんとお呼びするんでしょうか。手刷りっぽい印象ですね。吉野さんで良かったようです。ポスター人、裏はフランス旅行機。ここは14番ですか。どっちだ。あ、そうです。ありがとうございます。ちょっと優秀だったんですよ。すいません。ひときわ長いですは、帯湾レトロ郵便。まあ、イラストレーターの方のようですが、大変に混み合っていますね。まあ、並び方もね、しっかり誘導していただいてますので、安心なんですが、すでに売れ切れ商品も出ているとのことです。作品はこのようになってます。こちらはトークライブ待ちですね。15番は本日は出店がないとのことです。16番高橋正夫さんです。ドローイングガチャ1回2000円とのことです。この方にいつも見ますが、すごとても印象的だと思います。これはカバセミですね。となるとこれはライチョウでしょうね。17番、テシオペーパーさんです。ポップなガーランドなんでしょうか。これがハニー。1、2、3、3個丸がついてます。こちらフェアリー。ミスティ。こちらはムーンですね。何ですかね。今のユーンがこのようにパッケージされています。自分で組み立てますね。封筒ですね。ひどいのよ。18番アンドペーパーさんです。紙箔にふさわしいアンドペーパーさんっていうね、お名前ですが、こちらは紙セットなんですかね。このようにくり抜かれているのも何か意味があるんでしょうか。紙製のティッシュケースですね。あ、ちょっとなんか洒落てますね。19番、ミーツ竹上さんです。竹上の竹は、まあ、この植物の竹ともかけているようですね。ここに載ったよというご紹介です。ね、ありがとうございます。親切にね、あ、お話しいただきました。20番、絵文字さんです。絵文字さんは、こちらは、紐ですね。紙糸使うと可愛いよというご提案ですかね。紙缶詰。おー、やっぱりアイデアですね。そして、今ここで作っているもの。こんにちは。YouTube 撮ってますけど大丈夫ですか？どうぞどうぞ。これ何をされてるんですか？あのミニノート制作体験です。あ、髪を選んで、そうですね、顔紙も選んで、はい、あそこで閉じてくれるという。そうです、そうです。おいくらなんですか？650円です。なるほど、ありがとうございます。はい、すごい、やっぱり生で撮るとこういう機械が見れる、作業が見れるっていうのもいい経験になりますよね。21番、早稲田大学、和紙と手作り、大梅さんです。こちらが、紙ですね。紙箔にふさわしい紙のご紹介。ちょっとまあ、紙ですけども、まあ、丈夫そうですね。早稲田大学さんでした。この紙が素敵なところは、ワッコジャパンさんです。ハイセンスなお店なんですね。和紙を扱っていたりとか、紙に合わせて紐っていうのもね、一つのコンセプトになってるんですね。
皆さんね、楽しそうというよりも真剣そのものにお話伺ったり買い物を楽しまれています。ネットでも買えると思うんですけども、実物をこのようにバーンと見て、あ、私の好きな色はこれみたいにした方が早いは早いんですよね。23番ボックス&ニードルさんです。実はこのお店、浜根先生はカリグラフィーのワークショップをニコタマ店の方でね、やらせていただいたことがあります。針箱専門店ということで、すごいいろいろですね、ありますね。針箱のワークショップもよくされています。これティッシュボックスですね。お家で作る針箱キットというものもあります。カスタマイズできるジュエリー箱、紙といったらペラペラなイメージですが、このように箱にして、日々使うというのもいいですよね。こちらにはトレーがありますね。24番神戸派計画さんです。万年筆に合う紙などを発売されているところです。万年筆、つまりインクですよね。インクと合う紙ってね、実はなかなか難しくって、このように裏抜けしないというのがもう大前提なんですが、結構ね、にじみやすいんですが、やっぱりいいですね。神戸派トライアルセット2000円。何をトライアルなんですかね。これいろいろまとめて変えて販売してるよという意味ですね。25番アワガミファクトリーさんです。アワガミファクトリーさんもイベントごとにね、結構お見かけしています。こちらは革、紙ですか。和紙です。はい、和紙を色塗って、そうですね、これは漆で彩色してます。漆でね。こちらは何を。こちらは花柱ですね。ちょっと大きめの紙を、ね、ご用意されているようですね。26番 Z ビリングなんですかねさんです。こちらは150円。何ですかね、しっかりした紙。ここが閉じられています。こうやっているところを見ると、袋であるというところなんでしょうか。紙の、ね、平置き展示していただけると、紙の全体がよくわかりますよね。27番ソカナさんです。ソカナさん、今回は何をお持ちなんでしょうか。グラシンケーキ、こういう紙のことですね。グラシン紙を10枚1セットの封筒にしたりということですね。これはちょっと印刷がされています。サンプルグラシン封筒シリーズでありました。これはポチ袋サンプルです。フワークスさんです。ハンコが置いてあります。随分ありますね。ハンコいろいろです。なんて書いてあるんですかね。 Here's a little something for you。 これはあなたにとってちょっとした贈り物ですよ的なことですかね。ノートのようですが、ノートウィークリー横と書いてあります。すごい厚みがある。中はウィークリーで、毎日使うというよりはその週、日付は自分で入れるタイプですね。やっぱりいろんな人のニーズを何とかしようとすると種類がいろいろとなるっていうのはよくわかります。29番ブンプク堂さんです。ブンプク堂さんはまず紙があって、ノート類があります。人がたくさんいらっしゃって、人気のところはよく見えないというところですね。なんでしょう、箱がありますね。30番清水美久さんです。清水美久さんもね、このようにイベントたくさん来ていると覚えてきましたね。こういうちょっと細かい柄でブルー系でファンタジーなんですよね。遠くから見るのと近くで見るのもね、結構見えるものが違います。31番リンワークさんです。リンワークさんはちょっとフリースタンプ、フッチスタンプをしていいよということで、面白系なんでしょうか。おひねり、おひねり、お金を入れる袋ですね。ダンジズムですね。どうやって使うんでしょうか。このように、これはシールですね。すごい、いろんなグッズになってますね。封筒のようです。
32番磯野圭さんです。こちらはイラストだと思います。随分細かい。日曜市の歩き方マップ、高知、高知のお仕事をされたのかというところですね。こちらは、まあ、布系もやっています。パンクもありますね。33番、長井奈穂子さんです。まあ、イラストの方のブースですね。小さな便箋、銅柄5枚入り。まあ、お値段が、こちらだと400円。メッセージカード、380円。まあ、すごい良心的ですよね。品数が少なめなんですけど、もう売れちゃったんでしょうか。どうなんですかね。甘い毎日ポストカード、ソールドアウト、ソールドアウト、まあ、結構売れちゃってるようですね。こちらちょっと番号札が見つからないんですが、34番、長木パーマさんです。もうプロのイラストレーターの方ですよね。もうこのようにですね、会計のために並んでいてブース自体が見れないというところですね。まあ、もしくは並びながらブースを見ているとも言えますね。35番、外がなしさんです。外がなしさんはちょっと立体物来てますね。あ、立体物なんでしょうか。蝶々のインテリアピンとのことです。蝶々のインテリアピン、あ、ここがピンになってるんですね。紙、何をする紙のセットなんでしょうか。モチーフがいいですね。まあ、箱入りのカードですね。なかなかこうやって見てると中が何なのか分からない時がありますね。この方が作られているようで、靴下もありますね。紙箔に靴下、いいですね。やっぱりイラストレーターの方もですね、規模の違いをね感じますね。この重機によって2時半でこのような感じです。1つ目のフロア4階をだいたい、そうですね、30分ちょっとで回ることができました。メインビジュアルを描いた方のトークです。こちらですね、イラストレーター帯ワンさんということです。なかなかいいですよね。広さの割に椅子が少ないというのも何かの作戦なんですかね。こちら、あの緑の方はスタンプさんですね。すごいあっという間に並んじゃいましたね。スタンプさんはこちらに押してもらうというものです。2つ目のフロアにやってきました。ここは36番から75番まであります。2時半の時点でこんな感じです。といきなりすごい並んでいますが、まあ、順番通りに行ってみます。こちらが36番、おやまでさん、おやつのコーナーですね。ハンコのようですが、ちょっとわかりませんね。37番、週末百貨店さんです。お菓子ですね。こんにちは。これ何のってか、どういうコンセプトのお菓子なんですか。レモンケーキのブランドでして、こちらの定番のレモンのお味と、あといちごの味と紙発電機定で、あ、本当ですか。チョコレート、はい、お味を。すごい。で、まあ、バラでも割られているし、はい、まあ、あ、自由に詰める。あ、そうなんですよ。4個入れと。何個ぐらい入るんですかね、これ。こちらが4個で、こちらが8個入れていただけます。いずれも杉川食店さんにより、書き下ろしイラストのパッケージです。38番、ひなのやさんです。ここら辺はお菓子コーナーのようですね。こんにちは。ちょっと、YouTube 撮ってます。39番、メゾンテリ、メゾンテ、テリ、テリアさん。はい、ありがとうございます。カレンダーですね。カレンダーや、まあ、お菓子のポストカードになっています。文具王ですね。40番、手紙社おやつさんです。手紙社さんっていうのは、この紙箔を運営している会社です。ほんと素敵ですよね、こういうパッケージ。かわいい、おいしい。詰め合わせ、なんか割れるのが怖いんですが、本日分は完売とのことです。本日分完売、本日分完売。やっぱり早くなってからですね。今回の紙箔は9時からやっているとなってます。41番、貸し時間麦さんです。こんにちは。ちょっと YouTube 撮ってますが大丈夫ですか。じゃあ中身をちょっと失礼します。はい、こちら焼き菓子セットの箱入りですね。北流菓子屋行き渡りって、北
麦いずるさんで、このね、長い名前、いつもちょっと分からなくなっちゃうんですよね。ここも詰め合わせをしようというところですね。あ、箱はこのようなものがまずありますと。箱もですね、いろいろ選べて、もうソールドアウトしてますね、これ。すごい種類があるっていうのが、素晴らしい、なんていうかサービス精神ですね。で、会計がこちらということで、まあこれが全部かわかりませんが、まあ、お店によってですね、カードの対応などいろいろ現金とかね、違うようなので、事前チェックが必須です。43番、コバトンパン根性さんです。なかなかね、賑やかなブースになってます。やっぱり菓子ってある意味ちょっと箱で勝負的なところも感じますね。こちらは紙ではなく缶です。本日売り切れ。いらっしゃいませ。こちらは缶。中身は、中身はこちらですか？あ、そうです。あ、これは。あ、こちらがこれ。あ、なるほど。これ持ち上げても大丈夫ですか？持ち上げても大丈夫ですよ。すみません。こちらはフィナンシェ。です44番トミコハンです。トミコハンのブースすごい広いんですよね。布があったり、こちらはスタンプですね。スタンプコーナーがあります。絵柄は、猫ちゃんですね。スタンプ台も売られています。45番高橋かよこさんです。高橋かよこさん、結構大きなバッグ、まあ、紙ですね。まあまあ重いです。紙にどういう、あ、直接書いてるのかもしれませんね。鶏が休憩されているようですね。ダンボールガチャ300円、缶バッジが入っているとのことです。46番マキさんです。マキさんはスタンプですね。こちらはマステです。これはもしかしたら切り絵なのかもしれません。で、剥がせるステッカーでした。なかなかですね、アイディアですね。福分けはんこさんです。福分けはんこさんは言葉の通りはんこ屋さんのようですね。ずらーっとあります。クリアスタンプもあります。ハンコといえば、まあ、紙に直接押すものですから、手帳やメモ書きが好きな方とか使われるんですかね。48番、ひとりことりさんです。ひとりことりさんは、ハンコです。まあ、小さいハンコ多いですね。どういう絵柄なんでしょうか。今ね、ちょうど補充されるようですね。あ、お子さんもいらっしゃいます。こちらマスキングテープ。女の子ですね。人間がたくさんあります。で、帰って検討するという方もいらっしゃるんでしょうね。49番しるしさんです。繊細な線画のスタンプとのことです。されているものがね、展示されているんですね。やっぱり陰影が美しいとかあるんでしょうか。どんなね、絵柄なんですね。なるほど。姫ジョン。パンプキン。人物ですね。女の子です。あ、色を塗るっていうのもね、このように提案されてます。皆さんね、真剣ですよ。アンティークの角っこですね。ちょっと実演もされてるようです。50番、切手の小人さんです。切手といってもスタンプということですね。切手に押すスタンプをご提案してるわけですね。切手を背負ってます。実際使うとこんな感じ。お、絵描いてますね。イベント限定を発見しました。こちらがポストコード、あ、郵便番号用のハンコです。こちらも郵便番号用の、7桁の部分が書けるスタンプはこういうふうに使いましょうということですね。まあ、皆さんね、郵便出さないかもしれませんが、まあ、こういうのは楽しいと思います。一番、
日野とり子さんです。日野とり子さんはスタンプ、こちら黒い面ですね。これなんで黒いんですか？一回押すってことですね。あーすごーい、背景があると映えるんですよね。うーん、ありがとうございます。こちらはカードです。うさぎで、キツネで、人間というところですね。なんかパン粉屋さんのディスプレイがフライパンというのもね、洒落てますよね。ここら辺はクッキングをイメージしたスタンプのデザインのようです。52番 MA7 スタンプさんです。ちょっとね、何ていうのかわからないんですが、ハンコがあります。こちらハンコセットですね。もう何かっていうかわかんない方はセット買いですね。ボーダーのスタンプ、こちらが本に掲載されたとのことです。まあ、スタンプたくさん持ってる方はですね、本で学ぶというのもいい方法ですね。53番のんこはんこさんです。こちらはまずマスキングテープがあって、紙物もあります。今ね、のんこはんこさん見ていますが、こういう枠のものはですね、ここに文字書いてもいいし、シールかなんかの上にこうやってポスッと押すと、まあ、洒落た感じになりますよね。このように作例もご用意されています。こちらすでに押されているのか、印刷されているのか、わかりませんが、54番のりこはんこさんです。今、ちょっと作ろうというところですね。これ撮影してますけど大丈夫ですか？こっちあ、いいですか、すみません、 YouTube でやってます。行っちゃったらオーダーされて、そうです、今はい、うちの日本語教室ののりこはんこ店さんです。こちらがこっち手紙セット、農民美術がこれなんですかね。民族人形手紙セットとのことです。まあ、かなり特性がある絵柄なので人を選びそうですが、まあ、このぐらいなんですかね、アーティストが主張してもいいんじゃないかという気もします。猫ちゃん15番エリックさんです。エリックさんはハンコ作家さんなんですが、それ自体が商品となって、まあ、イラストとなっていろいろなものが売られています。まあ、いいですよね。イラストというか、まあこれハンコで作られたのかもしれませんが、グッズになるっていうのはみんなの夢だと思います。シーリングスタンプセットもありますね。皆さんね、シーリングスタンプご存知ですか？シーリングはポジションも言いますが、このようにロウをワックスで溶かして垂らしてスタンプするというもので、ちょっとこちらが口ごもに彫られたものをちょっとね、めでさせていただきましょう。すごいですよね。書くだけでも大変ですよ。大島夏子さんです。人物がありますね。デンスパンクに ABCDXYZ、 親切にもちょっと踏まれているというか、イエス、ダーク、クールなどスタンプがあります。結構大きいですね、これね。ちょっとね、この番号を探すのがね、結構大変で、もうちょっとね、上に掲げてもらえるといいんですが、ブースの番号を見つけるのが結構大変な紙箱です。ちょっと今一つわからないんですが、ここが57番の経文社印刷さんなのではないかと思います。そうですね、ただ見てどうなっているのかわからなかったです、すいません。 BT で紙箱限定コーナー、紙の組み合わせだったんですかね。
し、あの熊、キツネを育成者さん、ツルギドプラス熊とキツネを使ってバネの店さんです。こちらにもね、いっぱいね、そうですね、品質にもこだわってるなというのが触らなくても伝わってきますね。あの箱に印刷されて、そうですね、こういうね、箱をね、やたらめたら集めたくもなりますよね。購入された方に、プリント、活版印刷をしてくださるということでした。切手風の、なんですかね、ちぎって使う、何人か。こちらが、提供者、マスキングテープ6個でご購入で、新作クッキー缶プレゼント、というのでどんなものがあるんでしょうか。サンプルですね。お、全ページ同じですね。2000円。ポチ袋のコーナーですね。袋物で。そしてね、もう並ばれてますね。そんなに本ではないです。こちら、正当社さんの人気アイテム1800円相当詰め合わせということです。60番、青デザインさんです。活版印刷のための、まあ、組むものがありますね。活版そのものがあります。こちらは冬の女子メッセージカードです。リアル活版印刷の紙雑貨屋さんということで、一番重要か、この先生は実は新卒で印刷会社の営業やってたんで、印刷にはですね、思い入れというかですね、いろんな思いがありますね。豆メモ帳ブローチということで、こちらですね、まず豆メモ帳であって、さらにそれがブローチであるというこの二段構えですね。コーヒーフィルターのカードセット、60はエコーズデザインズレッタープレスさんです。さすが紙物紙箔ということで、いろんなパターンの紙物があります。こちらマスキングテープです。でカードがあって、こちらでスイカなんですね。色で見せるパターン、色で見せるデザインです。で植物ですね。まあ、それもこれやっぱり小さなカードや袋があります。箱入りでね、売られているんですよね。あ、そうですね、箱でセットで売られてます。こちらはダイカットカード、あ、セットになってますね。で2番大豚カスパンセットです。ということで、一つの商品なのかと思います。いろいろありますね。されてますね。こちらは活版印刷なんですか？でも活版印刷かもしれないですね。ちょっとざらつきを感じますね。花形活字をイメージした飾り系で囲んだデザインと。こちらは、セットですね、ラベルのセット、これはね、シールになっているようですね。これすごい柔らかい。アルファベットのオープンカード、すごいかわいい。これ小さいメモカード、小さいものに惹かれますね。あ、なんでしょう、マス目になってますね。こちらはスタンプも売られています。なんか洒落てますね。シンプルだけども、まあ、例えばシンプルで素敵だなというデザインが数多くあります。こういうのも、あ、すごい熱い。あ、これはもう完全に活版印刷ですね。これ見てもですね、デザインの何か勢いを感じますね。63です。こちらは鉄道を推しているお店なんでしょうか。裾分けって入ってます。パンを押せるコーナーのようです。こちらは中原純一さんのイラストです。皆さん、ね、ご存知ですか。お疲れ様キッズ、いろいろありますね。メッセージ、贈り物、ねぎらい、いいですね。お疲れ様ですね。あ、応援してますも嬉しいですね。
14番古川志向株式会社さんです。ここで、はい、神谷さんですね。今回は小さいものありますね。もうなんか子供っぽいといえば子供っぽいけど、大人もちょっと持っちゃいたいみたいなデザインですね。こちらはノート類もありますね。ノートがあってセットがあります。こちらシャンプーだし触ってください。触りますが、あなるほど、あのマスクの布、マスクの紙のような感じですね。巾着付きドーナツ、巾着付きドーナツ、入れ物というのが大切なんですね。紙はちょっと触れられてませんね。65番パケリオカズラボさんです。スタンプ6個セットです。そしてマスキングテープなんですかね、ロールシールでした先生。ロールシールがパッケージされているというものでした。これがロールシールなんですね。これがロールシールです。ニャンドゥティクリア、何ですかね、ニャンドゥティクリアということで、このようなクリアのシールが入っているんですかね。シールですね。66番プラスラボさんです。スタンプがあります。こちらはノートさんですね。フォロー特典というもので、すみません、見せてもらってもいいですか。そちらのフォロー特典見せてもらってもいいですか。はい、どうぞ。フォロー特典ということで、これ紙を閉じるための紐とシールみたいな、そうですね、あのシールになってるのでくっつけていただいて、あの玉紐でこう閉じていただいて、玉紐、そうだ、玉紐、はい、ありがとうございます。すごいですね。インスタフォローでもらえるとのことです。17番株式会社のオラシュさんです。ノバラシュさんのブースはこのようになっています。先ほど復刻した絵地図ですということで、これは東北ですね。なるほど。ということはこちらもそういうコンセプトなんでしょうか。ポスターのように1枚貼って楽しむんですかね。まあ、これをちょっとラッピングに使うのはね、もったいないですよね。こちらはあのこもりです。あ、お守りですね。スタンプがあります。68番表現者さんです。こちらは細かなシールですね。よくよく見ると乾杯など書いてますね。こちらは熊便箋すごい。ということはこちらおしゃべり便箋。おお。こちらは、おお。ちょっと開けて楽しかったですね。見本。こうやって手に取って見れるっていうのはね、こういうイベントのいいところですね。あ、なかなか、あ、いいんじゃないですか。これインパクトが。四角いメモ用紙で。こちらね、実際使ってる方見たことありますね。すごいね、デザインがね。9番、グリーンフラッシュさんです。グリーンフラッシュさんと言いつつ、一番というか、まあ、グリーンにこだわってるわけではなさそうですね。メモ用紙や、これは、偏愛のすすめ、好きを集めよう。なんですかね。まあ、集めるでしょうね。特別な日に花束をいろんなものに飾り付けて。おお、5種類入ってますね。本当にまずこっちの配色の方は、これはカーテンですね。こういうテーマ、白グッズも、こちらはね、アクリルのキーホルダーですね。
ステッカーコレクションということです。今日はレトルトリーいろいろに、あ、靴下なんていうか紙箱結構靴下売ってますね。70番スタロギさんです。スタロギさんはいろいろな、まあ、しっかりのノートを売られています。綺麗な本当に思いきやシールを売られています。シールをこうやって貼って飾るというコンセプトなんですか。シール丸バイキングということで、すごいですね。紙箱限定でまるで勝負というところですね。71番和とこさんです。1500円以上買える方で、1000万円以上のお買い上げでフラットケースをくれて、ビジュアルの話であったりとか、どういう普段ビジュアルデザインですか。こちらは猫ちゃんです。猫ちゃんのレターセットでペンケースとポーチですね。ポーチなどあります。こちらは定番のマッセですね。こちらはメモ、ブロックメモなんですかね。ブロックメモとか封筒、便箋ですね。こちらは紙も売られています。72番ペーパーツリーさんです。初めての出店だったので仮暮らしのベーシックキットと、あとはレタリングのブラシペンを使ったキット2種類ご用意してます。このアルファベットとフレーズ何点か入ったテキストと、あとはインク、ホルダー、ペン先は1種類、ハントの101と2部ケース、はい、と写し紙の丸マンレポートパッドが入ったセットになります。すごい。実店舗が九段下にあるんですけども、そちらでもですね、定番のこういうものは置いてあると思います。こちらインク。じゃあ、浜根とお願いします。あ、浜根さんですね。ひらがな。もうデザイン的にひらがながなっています。おお、フロールついてますね。73番八枕さんです。八枕さんのブースは紙物なんですが、こういうちょっとアンティーク調のカード、まあ、何に使うかはあなた次第みたいな、そのようなものがありますね。おお。こちらは袋に入った袋です。ちょっとアンティーク調のものが置かれているようですね。枕さんのブースですね。こちらもそのようにアンティーク調のカードが見受けられます。こちら側にも続いてますね。これはちぎって使う、使うというのも何に使うね。これはナイフですかね。まあ、ナイフがあるってことはフォークもありました。シッコスローバーピアのガラスボタン、カラフルなホチキス箱ですね。USA パックで、アンティーク調の写真ですね。まあ、これは、本当にアンティーク、飲みの市で買ったような感じですね。74番リフレペーパーさんです。マグカップ、便箋やノート、こちらはね、あのアメリカのデザインだと、みんなが気になってるんじゃないかなっていう、ちょっといいですね。ハートの付箋メモということです。ハートやレモンや、あ、一尾もあります。なんてお部屋なんですかというところと、マスキングテープ3本セット何なんでしょうか。おー、いいですね。イベント限定のペンシル4本セット、おー、そうですね、このイベント、紙箱、そこで帯ワンキーの文具女子箱を行き続けると、お店の方とか何かの方が監視になっているという状況です。そこからまあちゃんとこちら便箋ですよね。あ、便箋じゃないですね。ショッピングリスト、今日の買い物、大根、レタス、お肉とかパパみたいな、いや、欲しいよ。バッグも75番シーンズさんです。これはなんかタリコンのトラですかね。トラとパンダのヴィンテージシールがあって、箱ですかね。レトロケース、
レトロケースのミニケース。プレイもあります。これはブロックメモがあって、マステがあって、こちらはイラストレーターの方のポチ袋ですね。こちらにもあります。ノートもあります、ね。そしてラッピングペーパーもあります。ポチ袋で1人6枚320円。結構ポチ袋売られてるんですか？皆さんポチ袋使われてるんですね。紙物おすすわけっこコーナーで、使い切れなかった包装紙など持ってきて棚に預けるから。このように棚に。これなんか引っ掛けられてますね。皆さんちゃんと綺麗にされてますね。取り替えようという。そう、それですね。それでは最後のフロアに行ってみましょう。ひときわ最後のフロアは混んでいます。76番ジャムレトロ印刷スリマッカさんです。こちらは、あちこちまとめて作る印刷をできるというものですね。この子ですね、厚めのものができて、お道具入れに入れて箱入れにするというのは、まあ、別途料金でできると。じゃあ表紙を選んで紙を選ぶということですね。まあ、すごいいろんな紙があります。77番森田株式会社さんです。どうぞお手に取ってご覧ください。オリジナルのボックスとのことです。78番、ソロールファクトリーさんです。すごいですね。紙でできた花というところでしょうか。こちら、吊り下げのオーナメントです。79番、岡崎直也さんです。男性の方が書かれていますが、岡崎さんなのかもしれません。すごい、たくさんのポストカード。この自体は、写真を加工したというデザイン使われ方ですね。ちょっとですね、こういう会津若松でのショットですね。今東京は浅草にいるんですか？浅草ですということで、観光地ではない自分の目に映ったものを撮影したポストカードというコンセプトなのかもしれません。写真がこれは木に貼り付けてあるみたいですね。80番飛松章一郎さんです。飛松章一郎さんのブースはすごく混んでいます。絵柄はですね、どんな感じかと言いますと、こちらにポストカードがありますね。このような淡いトーンでまとめた作品です。81番、ウソブランコさんです。ウソブランコさんは、小籠包シール、日本シールなど、桃太郎ですね、あります。封するシール、あ、封をするってことですね。封と口からの封をかけてます。脱力系イラスト効いてくるんじゃないでしょうか。こちらのブースね、結構大きいですね。あ、なるほど。おっと、どうぞ。そして作業をされている方がいらっしゃいます。あ、こんにちは。あ、リング、その授業ですね。リングノートの作っているところのようです。これ小さい機械だとね、持ち込めていいですよね。ここはポストカードがありまして、そして缶バッジですね。缶バッジがあって、小さなシールがありました。82番ビスケット&ツバメブースさんです。ガラスペンありますね。ガラスペンがあって、俺もいじめる。肩もファッションチェック3点。そうですね、3点満点。ちょっと手に取ってご覧ください。じゃあちょっと失礼します。モールで作っていた。ハンガリーのモール人形です。あ、そうですね、モールですよね。ハンガリーとのことです。はい、ありがとうございます。
とは、紙物代わり、マスキングテープ、スタンプがあります。こちらもね、ぬいぐるみがありますね。まあ、紙箔なんですが、ちょっとね、布を濃い感じでね、可愛いですね。こちらは、紙製なんですか。猫とか、白熊、猫、豚などがいます。ボールが見えるですね。ちょっとブースが大きくてですね、こっちには紙物があり、さらにこちらの面にもいろいろとあります。まあ、いろいろあるの当たり前なんですが、ポストカードや袋ですね。こちらがですね、いつも目を引くんですが、切り取って何かに使いましょう的なものがあります。これね、本当いつもですね、何個使えるんじゃないかと思って、なんか思いつかないままいますが、そうですよね。マクレベースっていうのがあるな。切ってないところがベースは本物ですかね。紙ですね。まあレース調の紙、ペーパーナプキンですね。あ、すごいよくできてますね。83番カタカタさんです。カタカタさんはこのようなデザインで、手ぬぐいですかね、とかバッチや紙物、マステやカードなどがあります。で、上を見上げるとこのように手ぬぐいが展示されているわけですね。まあ、これを組み立てると箱になるというものです。手すきの和紙の上に型紙を置き、水をかけ模様をつけましたというものです。今日凝ってますね。あ、それが売られているわけですね。84番、オンリーワンネームバイボジーさんです。よかったら、前の絵をオーダーで描いている、絵を箱に入れてお届け、絵を箱に入れていただける。あ、今日は贈り物ですね。あ、こんにちは。これは何て書いてありますか。ゆうこさんとじゅんさんと時はちゃんと緑。あ、すごいすごいですね。まあ、オーダーメイドのものです。ありがとうございます。85番、虹の絵本屋さんでおめでとう。すき焼き、色々、まあ、どういうセレクションなんですかね。日焼け推しなのかもしれません。こちらは日めくりカレンダーです。またすき焼きですね。似顔絵でアルファベット。これは人間ではないですね。です。 ありがとうございます。あいうえおさんです。こちらがあいうえおということですか。入れ物があったり、プレイノートは無地のノートがあります。プレイノートという、まあ、いろんな種類があるってことですね。ポストカード、東京、マスキングテープ、両方とからですね、お客様の中に外国の方結構いらっしゃるので、東京というのはね、意外とね、喜ばれるかもしれません。87番、プロペラスタジオさんです。プロペラスタジオさんがね、いつも素敵にディスプレイされています。これもね、なんか真似したくなるっていうところですよね。購入するものとしては、例えばこういうですね、フレークシール、文字とか、まあ、お花、おー、こういうふうにですね、まあサンプルでしょうけども、これ自体が素敵ですね。スタンプがあって、ポストカードもあります。こちらはタグですね。こちらに来ると入れ物があります。スタンプ押せるコーナーがあ、こんにちは。スタンプ押してもいいですか。すみません。ちょっと YouTube 撮ってますが。これいただいてもいいですか。じゃあここに押してみましょう。紙箔を押す。おお。いいですね。88番、モンプチアーティストです。モンプチ、まあフランス語ですよね。何が売られているんでしょうか。こちらは、あ、
ラッピングペーパーですね。小さなカードもありました。こちらシールですね。メッセージカード10枚入りということです。ハグがあります。ハンコ押し放題コーナーなんですかね。すごいなんか散らばってますが、このようにプレゼントしてもいいんじゃないかというご提案です。しっかりとした、ね、箱もありますね。89番、ハセさんです。ハセさんはこちらは紙ですね。こちらも紙ですね。何か黒板的なものもそこにあります。サンプル、これは黒いノートですね。こちらは売り物なんでしょうかね。これ文字のスケッチ、あ、何か書いてくださる、あ、このように文字を書いてくださるというサービスですね。90番ペパニカさんです。この後の出どころがペパニカさんですね。こちらをおっとおそばで、あ、こちらにもという感じで音が出る。ペパニカさんは他には、あ、やっぱりこういう同じですね。音の種類が違うんですか。91番ドゥッさんです。元気いっぱいの絵柄ですね。それはフレークシールが入っています。他にはレターセットやラッピングペーパーがあります。こちらにはマスキングテープ。92番受楽者さんです。箱が売られています。すごいですね。カラフルさんはイクローさんです。こちらはカレンダーがあります。今撮影しているのがね3月なんですが、まだまだ使えますよね。これは紙を折った何ですかね、物入れ、あ、物入りませんね。何ですかね、積み上げてますね。紙物でもですね、丈夫なんですよね。あ、これ財布です。紙物なんだけど、財布も作っちゃうという方です。94番、ミッチェルさんです。セレクトポケットデコがあって、ハンコがあります。こちら、紙類ですね。そして、おしゃれなカレンダーがあります。シンプルなラベルですね。ジミーズペーパー、ノートペーパー、まあ紙がちょっといい紙なんでしょうね。こちらにつながってまして、このようにマイカラーラベルシールがあります。95番、レガードパピリオさんです。このガムテープなんだけどかわいいという、お、ちょっと取れないですが、いいですね。そして、お、すごい、紙箔限定の詰め合わせですね。あ、重い。まあ、マステがあったり、ポチ袋があったり、あとはまあ、メモ帳、パスカード、コースター、おまけの歯切れとか、まあ、いろいろ入ってますね。こちらで3618円とのことです。箱があったり、包む紙があります。そしてこちらが、あ、またマステージですね。で、してきますと、可愛い帽子デザインですね。バッグですね。キャンパスエコバッグがあります。紙ではなかったですね。ちゃんとした布です。96番の余白さんです。皆さんね、いろいろトレーに入れて運んでますね。こちらがスタンプです。
余白さんのブースを見ていますか。まだ、ね、人が多めにいらっしゃいます。こちらは何ですかね。色五色の、あ、つけペン色ですね。インクなんですかね。こちらがマスキングテープと箱です。97番ファミルス文房具店さんです。こちらが小さな手紙セット、そして小さなこちらはカレンダーですね。カレンダーをここに入れてもらえると、すごいおしゃれですね。まあ家でも真似できることでしょうね。他には小さな、まあ、手紙セットというか手作りなんですかね。箱があって、こちら文房具ですね。ラディウス、わかんないですね。ブラウゼ、あ、いいですね。すべてですね、こちらポインキットペンとなっております。このようなね、軸も購入します。軸に刺すわけですね。まあ、結構重い。おしゃれつけペンから埋めてみてはどうでしょうか。書いてる、ね、方もいらっしゃいますね。まあ、インクにつければ書けますのでね。98番、はい、もじもじさんです。電車が回っていますが、あ、電車サーフェンバーですね。あ、なるほど。人気ナンバーワン、ナンバーツー、ナンバーワンは、はやぶさとのことですね。ボックスが売られています。こうやってザーッと並べるとできる人のオフィスって感じしますよね。こちらは会社でつけて、このような箱なんですね。組み立て型の箱、まあ、もある、ね、こちらは蝶ネクタイの、あ、バッチですね。動きます。あ、違いますね。蝶ネクタイのバッチのこれ切り取って、あ、ここに書いてですね。ブローチになるトレペメモということですね。付箋であるということで、キメフリアンドカミフェリアさんです。あのイベントはメモ用紙があって、そして箱ですかね、ありまして、ガラスペンも置いてます。紙箔限定2つ購入で5000円。あ、5000円と思ったけど、これですね。これが一つなんですね。すごい。こちらひめくりです。平面なんですが、そしてアクリルもありますね。はい、あ、すごいですね。流行ってるんでしょうか。ひめくりっていうのが何かと言いますと、まあ、こうやってですね、日付が左から右にあって、その1日が終わるとめくっていくと次の絵が出てきて、1年365枚ここにあるというものなんですね。365枚違う絵柄であるというのがこのね、ひめくりのすごいところです。では、あ、リトルミニさんです。こちらがマスキングテープがあって、そしてフレークシールね、フレクシール続きますね。お花、まあ、手帳とかをやる方とかですね、こういう形になって切られたものっていうのがね、おしゃれに見せる一つのポイントになると思います。あ、セットになってるとですね、使いやすいですね。やっぱり色でね、揃えてあると統一感がね、出てかっこよく見えます。シールがあって、あ、これ随分入っていますね。あ、なるほど、すごいですね。ちょっとどっかの国、どこですかね。中国のかもしれません。方眼101番ツバメの音を飛ぶ新会社さんです。皆さんご存知ツバメの音ですね。ちょっとね、時間がないでじっくり見れませんが、いろんなラインナップがあるようで、ちょっとね、一周ツバメノートさんのブースを見てみましょう。かなり広いブースになっています。
今ね、ノートね、一冊使う、まあ、使ってる人はね、たくさん使ってるんでしょうが、なかなかね、ノート使う期間がね、私はね、減ってきていますね。次は、カードステーションの S3 です。こちらに、ね、インクがありますね。インク5本3300円など、値段で買えるようです。今、これ、箱入りっていうのが、ちょっとトレンドなんですよ。まあ、インクね、たくさん使う人はいいですけども、あんまり使わないよという方はこういうような小分けされたものが便利です。つけペンがありました。ガラスペンや紙類がありまして、プレゼントですね。お買い上げの方プレゼントや、こちらは何ですかね。万代筆ですね。手帳があります。こちらはまあちょっと大きめのインクです。じゃあちょっとこの間にガラス棒の方をちょっと念入りに拭いていただいて、あ、103番八文字屋さんです。布のバッグがありまして、マステがありますね。ペンがあって、まあ、万年筆ですね。あとインクがあります。104番小鳩さんです。こちらマスキングテープと面白グッズのおかちそばのこの入れ物がです、クリアファイルホルダーのようです。小物系があります。5番アボカドさんです。シールですかね。ポストカードがあって、ハンコなどがあります。紙博の主催である手紙社さんのブースなので大変に広いですね。で、何が売られているかというと、マステやフレークシールや本当いろいろありますよね。まあ、お店がここにやってきたぐらいのレベルです。かなり場所を取って用意されているのがこちらですね。あ、田村美希さん。マステをね、ちぎる絵で有名な方のラッピングペーパーですね。イラストレーターさんのラッピングペーパーがある。なんかいいですね、こうやって商品にあると。ポストカードや、お菓子も売られていたようです。今2日目土曜日の終わり間際1時間前なんですが、もうあんまないでよ、ないなくなっちゃってますね。107番ジュン佐々木さんです。このようになってます。108番シューシュン参加さんです。今ですね、ちょっとスマホのバッテリーがあと残り少なくなったんで急ぎ目に行きたいと思います。水耕さんです。こちらが時代ハンココンビですね。ハンコがあって、こちらもね、ハンコですね。クリアスタンプがあります。109番、シーリングワックス専門店、フーローさんです。シーリングワックスのワックスや、スターターステップ、シーリングスタンプができるグッズがね、いろいろとあります。紙類も置いてありますね。111番ボクさんです。こちらね、マスキングテープがたくさんあります。112番田村美希さんです。マステをね、ちぎって描くことで有名な方ですが、まあ、それがポストカードのね、原画とかになってるのかもしれません。113番クリムゲンさんです。クリムゲンさんは知り合いのね、イラストレーターの方なんですが、とてもね、スタンプなど素敵なんですよね。こちらクマちゃんです。絵柄はね、こういう感じですね。スタンプやマステがあります。114番金色ひとでさんです。ちょっとね、ファンタジーチックの絵柄が素敵です。65番フーズミンさんです。台湾から来ましたということでいらっしゃいますね。フーズミンさんの絵はこのように、なんていうかシンプルなんですけど本当味があるんですよね。116番木地さんです。マステやポストカードやミニ一筆箋ですね。117番ルッピーさんです。台湾の、デザインメーカーのようです。手作り名刺ホルダーや
陶器製の小さな熱射化物、うん、ちょっと面白いですね。118番中いつこさんです。シールやマステやスタンプがあります。鳥シリーズなんですかね。お上手ですね。19番アラカルドーさんです。アラカルドーさんのブースはこのようになってます。かわいらしい感じのディスプレイですね。チョコレート封筒、いつも気になる変わった形のカード、お菓子関係のデザインが多いですね。こちらは羊羹の付箋ですね。今4時半で会場に来て2時間半が経ちました、まあ、急ぎ目に見ればワンフロア1時間ぐらいで見れますが、やっぱりねじっくり見ないととてもではありませんが見切れないと思います。閉場まであと30分なのでかなり空いてきていると思います。ぜひですね最後まで粘って好きなものを見つけて、紙やイラストを楽しんでもらえればと思います。急ぎ足になってしまいましたが紙博ボリューム8を楽しんでいただけましたか。それでは次回の手書き動画でもお目にかかりましょう。さようなら。